はえー、高橋圭介の 8200K 個別分散式 3VF は伊達じゃねえ。勝負になんねえ。 2000K のフル加速なんてまるで止まっているようにしか見えねえよ。ストレートでちぎるのは不本意だが、これは1対1のバトルだから、遠慮はしねえぜ。こちらレフ神社。すっげえぜ、2000系のライン。あんなスピードにここを曲がるやつは今まで見たことねえ。待って、奴の車が近づいている。8200が、あそこまで追い回されることなんて、今までなかったぜ。こちら豊中駅、えらいことになってるぜ。圭介が完全に追いつかれちまってる。信じらんねえ。追いつかれた？何が起こってるんだ？気が変になりそうだ。ツッコミと曲線速度で差を縮めても、立ち上がりと伸びが違う。ちょっとでも直線が長いとドバッと差が開く。話しても話しても食いついてきやがる。前傾の死神に取りつかれた気分だぜ。直線では俺の方が早いんだ。それなのに食いつかれるってことは、コーナーワークで負けてるってことかよ。死んでも認めたくないぜ。パワーの劣る車にコーナーで追い込まれるなんて、チリアにとって最大の屈辱だぜ。どうしたんだ、今日に限って8200がやけにのるく感じる。クソ、誰が、あんた息下がってんじゃねえのか。前より隙がなくなってる。ずいぶん上手くなったな、このドライバー。抜かねえと勝ったとは認めてくれねえだろうしな、あのクソ親父。しょうがねえ、あれやるか。仕掛けるポイントは中津から梅田の右カーブ。S 字と行き止まりの梅田駅、仕掛けられるわけがねえ。
しないで突っ込む気か。何考えてやがんだあいつ。伏線ドリフト。ケイスケが負けたぞ。先にゴールインしたのは宝塚戦の2000系だ。うおー、すごいよ匠さん。ナイスガッツ匠。しかも1分も差をつけられてたぞ。1分だぞ。こんなことが起こるから電車バトルは面白い。返事は英語。久々に俺が本気で熱くなれるターゲットに出会えた気がするな。関西最速プロジェクトは宝塚戦完全制覇までその先はない。あの2000は俺がやる。